チーチャンネル始まるよ。はい、ウッチーです。おねやっこです。よく言われたんで、はい、というわけで今日はジョイフルに潜入してみたいと思います。ウッチーのチャンネルね、ビールが届きました。相方はドリンクバーの見えない。見えないね。はい。鬼やっこはコーヒーを飲みます。ああ、美味しい。本当に美味しいです。モルツですかね。グラスがキンキンに冷えてるね。キンキン。ね。そう。キンキン。というわけで、お疲れさんだね。今回の自粛緩和で、なんかいろんな店行こうと思って、もう1時間ぐらいね、ぐるぐる車でね、回ってたんだけど、なかなかなくて。まだ自粛のところがね。結構ね、閉まってるとこ多かったね。はい、顔がむくんでるんだよね。でもね、なんかこの騒動のおかげで、なんかだいぶ太りました。皆さんもね、そういう方多いと思う。そういう人が多いよね。多い、なんちゃら太りっていう人が多いって相方が言ってたけど、ジョイフル初めてだな俺。少ないよねこちら愛知県には。ないね。まあちょっとメニューもね、さっき見させてもらったんですけど、いろんなものがあって結構そそりますよこれ。お値打ちだよね。全部どれもね、食べたいもん。なんか食べたくなっちゃうものがね、結構あります。でね、僕はね、とんぺい焼き、それと和風サラダ、それで飲もうと思ってます。でね、相方はなんかひねれよって思ったんですけど、結局ミートソーススパゲッティだ。はい、いつもね、大体こういうとこ来ると、チーズドリアなんちゃらドリアってやつ。そうそう、ドリア、ドリアか、ハンバーグ、ハンバーグ多いよね。多い。俺の大好物のカツトジもあったんですけど、今回はね、よしときます。はい、はい、ということで、本当に食べたいものがいっぱい。朝食もね、こんな感じですよ。見えない、どこまで映ってるのか見えない。安いよね本当に。僕が頼んだとんぺい焼きなんて499円、548円、548円、っていうかそれ聞くと高い感じがする。なんか税込みになると、そうそうそう、ちょっとえってえって思う。あと和風サラダ、サラダに500円、どうなのかなって思うけど、まあね、
まあね、うん、と思います。相方のミートソースパスタが来ました。手が震えてますじゃあ先に食べてください、はい、いただきます。そして僕のはこんな感じ、和風サラダ、なんかねごぼ天となんかの天ぷらがいっぱい入ってます。だからねつまみになると思って。珍しい。うん、珍しい。それでは食べてみたいと思います。食すまずね、なんかの鳥天かなこれ。鳥天おいしい。珍しい、うん、ありがとうございます。はい、はい、そしてこちらも僕が頼んだとんぺい焼き。とんぺい焼き、とんぺい焼き。お前は左とんぺいか鶏天とごぼ天ね。あ、おいしい、うん、野菜も、うん、はい、かしこまりました。お伺いいたします。少々お待ちくださいませ。とんぺい焼きってなんだろうね、うん、キャベツの芯が小さく切ってくれよ、芯ぐらいよ。豚肉とキャベツと、うん、卵がお好み焼きソースで絡めてる。うん、俺今日はサラダもいいな、うんうん、おいしい。あー、おいしい。うん、今日のゲスト、おにゃっこさん、ちょっといかがですか？これは。ちょっと薄いかな。粉チーズはあるんだけど、タバスコはない。はい。おにやっこさん、あんなこと言ってましたけど。さっき椿おにやっこテレビ出てたね。出てた出てた。八代亜紀歌ってたよ。ね、うん。声がかすれて全然声が出てなかった。美味しいです。のチャンネル。ドリンクバーはこんな感じ。結構豊富だよね、量がね。種類豊富。はい。うっちーのチャンネル。あのね、とんぺい焼きさ、キャベツがでかいんだって。やっぱさ、さっきから
キャベツ、卵と合わせる。これ畳んじゃったけどね。そうすると口に引っかかって汁が飛び散るんだ。あ、結構汚れちゃったよ。ね。これ高いもん。うん、勘弁してほしい、ね。ちょっとそういうのはやっぱり開発する上でさ、やっぱ大型チェーン店なんで、もうさっき置いてたところこぼれてるからね。本当だ。うん。あの店員さんも聞こえてる。ね。まあジャージで食べてる人はいいけど、衣装の人もいるんで。ね。これはもういろんな人が。うん。というわけで、ビールも飲んだし、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ヤッコも言いなさい。お願いします。お願いします。じゃあねー。